こんにちは、池田しおりです。めっちゃ声出たね。こんにちは、渡辺です。はい、今日は、久しぶりのまかないシリーズをやっていきたいと思います。今日は、シンプルにゴムに髪の毛を巻きつけるだけの、ヘアアレンジになっていますので、ヘアアクセサリーは、一切使いません。はい、よかったら参考にしてみてください。それでは動画スタート。N ドットのポリッシュオイルを使います。3プッシュ出します。髪の毛全体にしっかりオイルをなじませます。ブラシでしっかり髪をとかします。後頭部あたりで一つに結びます。表面の部分だけ少し引き出します。ポニーテールの内側の髪の毛を3センチ幅ぐらいに取って、ゴムの上に巻きつけていきます。毛先の髪の毛を内側に持ってきて、ゴムで結びます。毛先を少しギュッとして、ここの髪の毛を少し下にずらします。内側の髪の毛を同じように取って、この上にまたぐるぐる巻きつけていきます。また内側に持ってきて、ゴムで結びます。毛先の部分をまたギュッと締めて少し下ろします。毛先の部分が乾燥していたら、もう一度オイルをつけて完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。はい、今日のポイントは、毛束を取る量なんですけども、私みたいに普通ぐらいの髪の毛の量の方でしたら3センチぐらいの幅で、髪の毛が多い人は4センチぐらい取ってもらって、でも猫毛とかの方は2センチぐらいいってもらうと、すごくバランスがよくやりやすいと思います。そうよね。はい、であとやっぱりこう手上げてるの大変だと思うんで、いつも池田さんはこう手上げててしんどいみたいな感じ言ってるんですけど、やっぱ素早くやるのがポイントだと思うので、素早くパパッとできるように皆さんやってみてください。で、今日ねストレートでね毛先はやってるんですけど、オイルをつけたりとかしたらストレートでもいいと思うんですけど、場合によっては毛先をぐるぐる結構しっかりめに巻いたりしてもおしゃれに見えるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあまた次回の動画で会いましょう。はい、さよなら。